OK、グーグル。ほら、来た。明日の天気。いや、ねえ、これがやりたかったのよ、前回。はい、こんにちは。はい、今日も富津公園来ております。今日が5月23日だったかな。すごい日差し強くて暑いですね。今日はもう16時過ぎてます。紫外線ダメだからもうほんと夕方来てます。はい、今日もね、東屋の横、はい、今日もね、パップテント持ってきてます、米軍の方。最近ね、パップテントが好きでね、一つのマイブーム。 はい、設営の方完了しました。やっぱね、前回張ったドイツ軍と違って、こっちの方が高さありますね。それで、ポールとポールの間がドイツ軍の方が長いのかな。はい、準備の方完了しました。時間が17時半くらいです。はい、時刻が17時半です。みんな仕事終わった頃だろうから飲みます。 はい、乾杯。CGC の CGC ね、酎ハイ、9%だけどね、安かったような気したね。1本130円だったかな、忘れちゃった。なんか安いような気がしました。470円の安い薪3パック買ってきたんだけど、角材ですね、端材なのかな。この薪ね、節が多くて割りづれ、こういうね、節が多くてね、で年輪の幅が広いのが多くてね、割りづらい。これなんかさっき入れたけど割れないわ、これ なんか引き裂いてる感じですよ。はい、フェザー作ったんだけど、2本。これはね、直接火がつかなそうですね、これじゃ。つかねえだろうな、これは。このね、フェザーがね、厚みがあってね、硬いのよ。無理だろうな、これは。マグネシウムたっぷり落としてやって、こりゃ無理だな、この辺か、薄いのは。おお、ついた、来ましたね、なんとか。この太いのね、いっぱいマグネシウム出るから、これね、直そう直そうと思って、ロゴスのかな、今日はですね、お腹空いてないんですよね。食材買う時に、ご飯お昼食べて満腹だったんで、何も買う気しなかったけど、
とりあえずアジのたたき、もうね軽いおつまみ程度でいいかなと思っております。ごまだれとごま、いやこれうまそうだね。はい、いただきます。あの内房の金屋とかで黄金味、あのね黄金味のねフライがすごいうまいから、ホクホクして、うん、タブレットで YouTube の撮ろうとしてるんだけど、うまくいかんな。今ねライブのねテスト配信を限定公開でやっております。限定だから誰にも教えてないんだけどね。限定公開、ライブのテスト中です。うん、ちゃんとに処理してるね。このね中華タブレットでYouTube ライブできるかずっとやってたら21半になりました。最初ねあのサムネイルあれもね残せなくてずいぶん苦労した。でもねあの限定公開でできましたね、なんとなく。それでね本番行こうかと思ったんだけどバッテリーなくなったし酔っ払ったんで今日はやめます。それでね今日はねあのさっきのなんだアジのたたきあれ食べただけなんだけどもうお腹いっぱい。で一つね試したかったこと、試したかったっていうか使いたかったものがあったんですよ。これね、あのスノーピのチタントレックなんだけどね、900700だったかな。それでねエバニューのチタンのアルコールストーブ、それとアルコールストーブスタンドを買ったんでこれを焼き入れしたかったんですよね。それでね、このロールキャベツの煮込み鍋に入れて温めるだけなんだけどこれをやりたかったんですよ。でもお腹いっぱい。ただ単にねこれの色をね青くしたいだけ。はい、水を適当に入れて沸騰させます。ちなみにね
このチタンのごとくアルコールストーブに直接つける、これが上にぴったりはまります。すごい炎で真っ赤になってますね。このねチタンの端もちょっと焼き入れてみようと思います。このねスプーンとフォークはモンベルのチタン、青くなるかな。何やってんだ俺は。綺麗にブルーが出始めてますよね。あのね車のマフラーとかも男の人はチタンが好きじゃないですか。あの青色、あれがたまんねえんだよね。外気温とかもあるんだろうけど、すごい炎高いですよね。はい、綺麗に焼けましたね。時刻が22時40分です。なんかねあの YouTube ライブ試したり、チタンをチタンブルーにしたりして遊んでたらね、結構飲むペースが遅くなって、まだノルマしか達成してません。はい、行きますか、とことん。なんだろう、気温的にね外で寝るには一番いい感じですねって前も言ってたか。シュラフにね、シュラフをお腹ぐらいまでかぶせて、あと上半身出して爆睡。はい、撤収の方終了しました。今日は何日だったかな、24日金曜日です。それではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。